この人とは絶対に関わってはいけないはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますすべての人生の悩みは対人関係であるアドラー先生はこのように言うてます まあそうですよね、まあ、会社行っても、まあ、職場行ってもコミュニティ行っても女子会行っても、まあ、女子会僕は行かないんですけど何かしら会合行ってもコミュニティ行っても人との関わり人との関係性によって悩むこと問題になることって多いですよね。 でもね、その悩み自体はは悪いいいっていうことではないんでなんすね。悩み、そういう人と向き合うからこそ悩みがあるからこそ新しい発見気づきそして本当に求めていることがわかるそんなきっかけになることもあるんですただ誰と過ごすのか自分の身近にいる人っていうのは自分の人生にとっても大きく影響しますだから自分らしく過ごすためには何をするか以上に誰とするのかそして 誰としないのかそれを意識的に選択することが大切です。ということで今日は。 この人人とはは絶対に関わっていいけななそんな人を紹介しますこの動画を最後まで見ていただけたらあなたのエネルギーを奪っている人が分かりその人と距離を置くことで自分が本来やりたいことやるべきことに集中できそして自分らしい人生を過ごすことができるようになりますので最後までご視聴ください。 えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための考え方生き方行動習慣を紹介してます、えー、よろしければチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からご覧くださいはいそれでは早速いきましょうこの人とは絶対に関わってはいけない、はい、はそれはじゃん価値観を 否定する人自分の価値観を押し付けて頭ごなしに価値観を否定する人そんな人いませんか?」。「室内では帽子をかぶってはいけない」「一度働くという決めた会社ではやめてはいけない」「先輩がビール空っぽいなったら入れなければならない」ですとか何やろね他先さっき買いたいんやけどね えっといい学校に行かなければならないとかね先輩からの誘いは断ってはいけないとかねまあその人それぞれいろんなルール考え方価値観があると思うんですけどそれを押し付けてくる人そんな人はいませんかそんななな人からは今すぐ距離を置きましょう、はい、なぜならね 価値観が人生を作るからです価値観どういう価値観を持つかであなたの人生が大きく変わるからなんです価値観っていうのは自分の人生の行動の選択基準ですね毎日何をするかあれをするかこれをするかそれを決めるのは 価値観ですその価値観っていうのは言語化されているものであったりなんとなく無意識で自分がそういうふうに信じているものであるかもしれないでもあなたの行動を決めているのは全部価値観なんですよ、はい、その自分の人生の毎日何をするかだって毎日って選択の連続じゃないですかあれをするこれをする映画を見る読書をする。 いや、明日会議の発表があるから読書をしようとかねえー、っとじゃああの友達と遊ぶそれとも英語の勉強をするあえー、っとまああの友達と,、えー、っと全然遊んでなくてリラックスしたいから友達と遊ぼうとかねえー、っと毎日何かしら選択をしていると思うんですよでその選択の基準が全部価値観なんですよその価値観を相手が「お前の価値観違う」 俺が決めるみたいな感じになってしまうと自分の人生を相手が決めてしまうことになるんですよ、ね、いわゆる、まあ、自分の人生のね車があるとするじゃないですか車のハンドルを握っているのは僕じゃないですかねどっちに行くあっちに行く大阪に行く名古屋に行くってこのハンドルを握っているのは僕なのにいやお前の運転下手やから俺が運転するって言ってその人がハンドルを握ってその人が行きたいところに行くと。 でその人にとって行きたいところに行けるかもしれへんけど僕にとって本当に行きたいところに行けるかどうかは限らない。ね、だってハンドルを握ってるの僕じゃなくて全然違う他人が握ってるからで僕の意見を聞いてくれないから。 でそんんなな状態でで自分らしいい人生は歩めないんですよだから人生のハンドルは自分で握らないといけないその人生のハンドルっていうのは価値観なんですよ。自分がどう生きるのかどう過ごすのか誰と働いてどんな生き方をしてどこで住むのかそういう価値観が自分の人生を決定してるんですね。でそのの自分の人生を決定してるその そのね、ハンドルを握っている人に対してお前は違うとかお前のやり方は間違ってるっていうのは違うんですよ。でその,人が、ね、その人がハンドルを握ってその人が僕の人生の責任を持ってくれるんやったらいいですよ。 僕が幸せになるんやったらいいんですよ、その人のがハンドルを握ってね。僕が行きたいところに行ける望み通りの人生が手に入るんやったらいいんですけど、その責任はね、他人には負えないんですよ。人生の責任を負えるのは自分しかいないんですよ。自分しかその自分の人生の責任を持てないんですよね。他人には持てないんです。不可能なんですよ。俺が人生の責任を取るって無理なんです。不可能なんです。はい、だから だからこそその自分の人生のハンドルを握るのは自分である必要があるでその持ってるのをハンドルを握ってるのを僕なのにお前が間違ってるお前の行き,行きたい方向が間違ってるってそんな権利はないんですよねはい。 だからこそそうやって否定してくる人押し付けてくる人から離れることが大事なんですよ。でそもそもね右に行こうが左に行こうがね会社を辞めようが会社を続けようがね世界に行こうが若いまで過ごそうがいろんな生き方いろんな過ごし方暮らし方働き方がある中でこれがたった一つの正解っていうのはないんですよね。正、は、正、い、正解解解ははははなななないいいいいいんんでですす人生にに幸せにこれが正しいってうう絶対的な解はないんですよ価値観っていうのは それぞれぞ、あのー、人それぞれ違ってもいいんですよね。これが正しいっていうのはない。だこれが間違いっていうのもないんですよで。一人一人違うということはあっても間違いはないんですよねで。それなのにお前は間違いだっていう人。それはね、ブブーです。そういう人から離れた方がいいです、はいで。そういう人っていうのはね、自分が持ってる価値観以外の世界を許容しようとしないんですよ。尊重しようとしない。 だから今ねその人と心地よかったとしてもですよ自分が新しい考えを持って新しい世界に飛び出そうとした時にそういう人が一番ね足を引っ張るんですよドリーム嫌いになってしまうんですよだからそういう人からは本当に離れないと自分が本当に新しいやりたいことを望んだ時新しい夢を持った時それで自分らしい人生はここじゃないなと思って一歩飛び出したいと思った時にその人が一番邪魔をしますそうするとあなたらしい人生 いいつまで経っても歩めない、うん、だからこそそうやって押し付ける人否定する人からは離れた方がいいでそういう人っていうのはね何やろうそれって常識やろうとか普通はそうやろうとかみんなそうやってるでとかなんかそういうなんかようわか,からんこと言うて,言うてるんですね普通やろうとか常識やでとかみんなやってるで。 こういう,ふうなことを言ってる人は危険ですこ、はい、こういういとを言って自分の意見を述べる人は危険なのでそういうふうに言ってくる人から離れた方がいいかなと思います。でもですよ何て言うかその一定期間その人から学びたいと思って講座を受けたり研修を受けたり自分のメンターである人そういう人からは自分の価値観と違うことであってもその人が言うことを従うっていう時期があってもいいと思うんですよ。あの主派 とということでまずは言われたことを守ってそれがある程度できてきたら少しずつオリジナリティを出していき最終的にはその人が離れるという形で手張りの原則じゃないですけど一定期間そのメンターから学ぶと教えを請うているという関係性であればあればですよまあそれはその言われたことを向こうがね僕の価値観を否定するっていうことはあってもいいと思うんですそういう関係性であればねでもそうじゃない関係性だったらもうこういう人からは絶対離れた方がいいですはい はいということで今日は、えー、人生で絶対に関わってはいけない人を紹介しましたそれは価値観を否定すする人ですお前の価値観は間違っていうのは間違いはない違うことはあっても間違いはないんですいろんな生き方いろんな幸せいろんな幸福があっていいと。 ということでそそそれれれれをちゃんんんと尊尊重重でででできるるる人人ののししした上意意見見ててくる人くれる人それはありななすすよよ何でもイエ,スマンにイエスマンと一緒に過ごせって言ってるわけじゃなくて意見をしてくれるってのはありだけど最終的にはあなたが決めていいよっていうスタンスちゃんと自分の意見も尊重してくれる決定権はあなたにありますよっていうところをちゃんと尊重してくれる人そういう人です、あのー、この人っていうのは決定権まで奪おうとしてくるからで僕の人生のハンドルを、ね、奪おうとしてきて 僕自身を追い出そうとしてくるそういう人 そういう人からはまあ離れた方がいいですよっていうことですはい、少しでも勉強になったな、ためになったなおかっち頑張れ、マックス頑張れという方はえっといいねボタン、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです、えー、このチャンネルではあなたが本音で選択して本音を選択して生きることができるそのようなための行動習慣やライフスキルを紹介しています、えー、よかったらチャンネル登録ボタンを押してもらって仲間になってくれたら嬉しいですでさらに本音を選択していきたいそして自分らしくいきたいと 思われた方は概要欄にブログを貼り付けてますそのブログでは日常生活、職場、そして、えー、コミュニティでどのように考えて、どのように行動したらいいのかというのを具体的に紹介しています、えー、そちらもよろしければご覧くださいはい、という感じでね、まあ、こうやってね噛むこともあったり詰まることもあったりね今日はね基本的にファーストテイクで一発撮りで行きたいんですけどこれもね3回 いや4回ぐらい取り直してます、まあ、4回ぐらい撮り直してるけどまあ合計時間20分以内の中のね20分ぐらいしか時間取らないって決めてるんでその中でやってるんでまだねあの自分の言葉がうまくこう説明言葉を言葉でうまく説明できなかったり論理立ててお話しするっていうのがまだまだあのレベルアップする必要あるなと思ってるんですけれども、えー、本気でやっていきたいと思ってますで分からないことがあれば是非コメントとかこんなとこおかしいでっていうことも あればちょっとディスペクトを持ってあのコメントしていただけたらすごい嬉しいです。はい、ジエンド。今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。See you。髪倒したな今日。